ダイナとスマッシュブラザーズスペシャル。いやー、というわけで皆さんおはようございます。ティリアと申します。今回はね、スマッシュブラザーズ、今回も団体戦でいきますよ。今回はね、前回僕のね、軽いね、腕前を見せたと思うんですけど、今回はね、5対5、自分5体、そして敵をね、まあ、これは後で説明しましょう。5対5の勝ち抜きでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はーい。というわけで、こんな感じですね。またティラさん3人が入りました。ティラさん3人でいきたいと思います。もうこの前のね、ハゲっぷりを見せましたけど、今回もね、ハゲっぷりで頑張りたいと思います。で、今回5対5ということで、もう1体は僕の得意なファイター、カービィ、そして、エリちゃんが味方につく5対戦で、向こうは全員アミーボ軍団でございます。なのでね、今回はね、エリちゃんまでのつなぎの間に、この5人を僕たちでどれぐらい削るか、これ対戦になってきますのでね、よろしくお願いします。はい。というわけで、先方、私、ティラ、ガンナミーさん、バーサス、ケンミーですね。アミーボのケンミーが相手です。よろしくお願いします。よーし、やるでー。最近オンラインでね、配信もやってるんでね、ここは負けるわけにいかない。うわ、強いじゃん。え、いや、リフレクターあるんだぜ。おい、静寂か。ガンナミにはリフレクターがある。ほら。はい。えい。何？うまい。ねえ、オンラインで対戦やってる以上ね、そこそこの腕を見せておかないと、これ。ティラさん下手なまんまやなーって言われるよりはね。ここで打っていくー。入っていくー。うまい。はい、入る先端いいね。ガンナミはね、前回も活躍しましたからね、だいぶ。飛び道具のね、量やったら、射撃ミーの方が上なんでね。ただ、ケンミーは素早いからね。あ、外した。はい。エリちゃんに負担をかけさせねえよ。うちの大将エリちゃんだからよ。負担かけられねえんだ。おらー！はい、完璧、ありがとうございます。大して強くねえな。お前も大して強くねえよ、どうせ。お前大して強くねえよ。うわ、やるじゃん。なんだ今のコンボ。うわー、めっちゃ食べたじゃん。分かってやがる。さすがアミーボ。コンピューター一味違う戦法を打ってくんな。さすがじゃん。やばい。何？うまい。30、30でいい。30でいい。30、30、30削ろう。せめて30削ろう。何？説法うまいじゃん。よし！それは当たんねえぜ。はい、ミサイル撃って、ミサイルばらまいて逃げてこ。逃げつつ。逃げつつ撃つ。上からはこう。オッケー、いいよ！はい。やるじゃん。がね、もうちょっと。もうちょっと与えよう。よし。ああ、うまいな。それは無理や。その復帰阻止は無理がある。あ うわっ めっちゃ噂なのに上に行ったんだけど。おい、上投げ食え。オッケー、理想的、超理想だわ。エリちゃんも、エリちゃんもこれ行かないよ、絶対。これ、ティラさん3人で行っちゃうんじゃないの？ああ、今回はシオちゃんか。ああ、まあまあまあ、言うてそんな強くないっしょ。言うてそんな強くないっしょ。言うてそんな強くないっしょ。しっかり迎撃してこ。しっかり迎撃すれば怖い手じゃない。うん、何？言うてそんな強くないっしょ。一発当てればいい。できるだけ消耗したくないね。オッケー、右ストレート、ここに入っていく。ここでできるだけね、削っておくことによってね、エリちゃんにまで回したくないんですよ。アミーボに回す前に、大将に回す前に、もうちょっと、ティラさんたちでやっちゃいますよ。はい。牽制しとんな、お互い。いいぞ。はい。はい。ギリギリの前で戦っていきましょう。ギリギリの前で。危ねえ。これ、崖からやったら落ちるからな。はい。どうしたどうした、おい、ルキナよ、どうした。いいぞ、いいぞ。
はい。はい。はい、弱入っていく。お、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 何これ余裕ムード？余裕ムードですね、今のところ。はい、右に入っていく。わあ、よろしく、よろしく。あ、くそ、アピールしようぜ、アピール。あー、ちょ、日撃30でかい。しっかりしっかり見極めていこう。ここでダメでもね、カービィに回せばいい。カービィに回してリトルマックを倒せばいい。場外に出したらこっちの方が勝ちなんでね。ただこっちもね、復帰弱いから、こっちも復帰は弱いキャラなんで、しっかりね、しっかり上で戦っていきましょう。うわー、読まれた。なあ、くっそはい、カービィの主体はガン攻めなんですよよく覚えておけ。はい、おしまいだイエーイ、ビクトリーエリちゃんに回んない。